新年明けましておめでとうございます、昨日はですね尾道駅の最寄りにある、僕の同級生の山根くんがやっている山源で久々に2人で飲みましたね。非常に美味しかったですね。尾道に立ち寄られた際はぜひ山源に寄ってください。お願いします。お願いします。でも僕沢くんが飲んでてもなんか知らんぷりしててください。お願いします。お願いしますありがとうございました。ありがとうございました。山根光大君の、やっている山源さんにお邪魔したんですけど、山源さんね、山田で青くんで僕です、はい、美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかった。なんかもうこのありがとうございます。尾道の海の幸、山田とはもう僕ら小学校、幼稚園から山田一緒、幼稚園から多分一緒ね。そうね、幼稚園から連携組で、青くんは小学校から一緒だよね。そう、1年生だね。そう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 。で、1年1組やもんね、僕らね。そうそう、きついよね。自然でよく遊んだよね。そう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 。そこまで遊んだよね、小さい時は。山田はね、もう小学生らしからぬ遊びをして、丸いのエアガンと、高木ベーカリーで買った煙幕、爆竹、あと、ネズミ花火とかいろんなものを駆使して、蜂の巣を退治した。そう釣りとか行きよったよね。釣りも行ったね。川にね、川で魚手づかみで取ったりとか、ね、そうそう、ブルーギル、ブラックバス、そこの尾道水道にも釣りに来て、あの時から山田もだってリールとか釣りが好き で料理もしょったもんね。料理っていうかね、なんだろうね、なんか食べたことある、そうそうそう、なんと尾道駅からすごい近いところに特産品、そう、山源さんっていうお店をね、いや、これはありがたいですね。ありがとうございます。これはありがたい。来てもらうと僕も嬉しいし。いや、嬉しい。なんかここに、毎年帰ってきたら、僕と会うくんで来て、山源を山田がやっとるっていうのを知っとって、来ようと思ったけど、初めて来たら行ったっけ？座ったっけ？この前？コロナ禍になる前。前よね。そうだね。そうだね。そう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 。その時も青くんと一緒に、そう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 ね。青くんとツッチーと、誰かおったよね。びっくりした。表でこっち見ようね。最初誰かなと思って。クロスコメの人がおるな。そうそうそう。いやでもヤマタン、ヤマタンはどこにおるんじゃろうと思って。厨房におったっていうね。そう。蜂にもいっぱい刺されたよね。いやそうよね。本当に。足長蜂。二人ともね。そうそうそう。あ、そうなんじゃ。唯一スズメバチには刺されなかったけど。子供心にスズメバチは死ぬって思ってたんですよ。危ないと思ってたよね。何屋だったっけね、あの門殿屋。あ、門殿屋、そう、うちの家族の墓があったよ。今もう移動したけど、もう今そこないね。そう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 。すごいでかいでかいね、あれどんぐりかね、なんかの木があって、クヌギの木がね、クヌギ、そうそうそう、クワガタがおるより蜂が多いやつ。そう、蜂が多い、そうそう、もうめちゃくちゃでかい、やばい、あのスズメバチの巣があって、そこを山田と僕が煙幕とか投げて、エアガンとかでパン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 打って、そうそう、ひまりして思ったら、めちゃくちゃやばいことしよった。ひどいね。でも刺されんかったけね、ラッキーなことに。でもね、めちゃめちゃ追いかけられた。追いかけられたね。で、なんかその、ヤマタンとかはさ、図鑑とかにも詳しくて、なんかもう調べるわけ、生態を。動物とかがなんかね、お互い好きで。そう、で、なんかその、もう蜂の巣退治がさ楽しいなってなってきた半ばに、ブータン知っとるよ、何々山田ってスズメバチは水の中入って追いかけてくるらしいみたいな。そう、いや水の中に入ってきてダメだったらもうダメじゃんみたいな。そう、どこで覚えてるか分かんないけどね。そうそうそう、その小学生の時の何かの情報を多分真に受けたんだろうね。そう、その頃はだってもう人ん家の庭とか人ん家の塀の中とかバリアフリーだったけど、僕らにとっては。もうなんかその、
今だったらさ、ちょっと不法侵入とか疑われるようなことだけど、まあ、小学生っていうのもあったし、まあ、当時はね、そう、もうアスレチックだよね、それ。そう人の家の屋根の上とか走ったり走ったね、走ったね、ジャッキー・チェンに憧れすぎて、そう、あとアンディ・ジョーンズとか好きだった、あ、そうね、好きだったね、当時ね、みんなね、好きだった、適当にこの洞窟の奥にはなんか宝があると思うって言って穴掘ったりね、穴掘っちゃうとね、やったらめったら穴掘ってみたり、あったあった登ってみたり、いやそうねいやそれね、もう本当にいっぱい悪いこととかね、悪いことでしてきたけど、いやそのヤマタンが今ヤマゲンさんというお店をですね、尾道の近くに出してるんで、焼酎と日本酒と、もうあの海の幸が美味しい、ぜひぜひぜひあの来てください。もう僕はね、あの実家に帰ったら絶対に青くんと一緒に行くことにしてるんで、うん、あの僕の小学校の頃の僕と青くんとヤマタのエピソードをですね、あのもしかしたらヤマタがいい感じの時を教えてくれるかもしれないんで、ね、ぜひあの一度は尾道に来たら一度は山形に、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ良いお年を。山源は瀬戸内の美味しい海の幸とお酒が味わえるお店です。1階はカウンター、2階は個室座敷、料理が美味しいのはもちろん、古民家のようなおしゃれな雰囲気も最高です。尾道にいらした際はぜひ山源へ。ちなみにこれ案件じゃないですよ。はい、ということで、山源で山田と青くんとたくさんお話をしましたが、私が今どこにいるかと言いますとですね、もう誰も知りません。こんなことは誰も知りませんけども、山田とちっちゃい頃釣りに来てたスポットがあって、大体僕は尾道に帰ってくると、商店街の方に行くんですよ。ここはですね、全然違う方向、まあ、反対の方向の、多分尾道の人は分かると思うんですけど、吉和って言われる地域に、ある何これ、鳩場的な港なんですけど、この動画のこれ、この倉庫ね、僕はちっちゃい頃からあります。はい、何も変わってないなと思いました。はい、色が褪せてるぐらいですね。こういう感じの風景で、こういう感じでちょっと港がこんな感じの、こんな感じのとこです。はい、ちょっと歩いてみましょう。すごいですよね、本当ね、こんな感じで、ね、わかるかな。ちょっと降りてみますね。あー、画面にちょっとこんな感じで、ちっちゃい頃は全然降りてたんですよ。降りてた。危ない。うー、危ない。滑る。はい。よく、こういう、なんか、船に乗るための船みたいなのあるんですけど、ここによく乗って、なんか、俺は海に飛び出すんだみたいなのを、なんかやってたような気がしますよ。はい。ヤマタンは本当に当時から釣りが上手くて、僕もヤマタン家でヤマタンが作ってくれたご飯とかを食べてたんですよ。食べさせてもらったことがあって、僕は本当に釣りがすごい、もう全く釣りの才能はなくて、なんかね、ちょっとね、今は潮が引いてるんであれなんですけど、満ちてくるとあの辺が水浸しになるんですよ。だけど入れないことはないと、子供の足で。でそういうところになんか船虫とか人手とかちっちゃいカニとかそういうのがいるので、あとなんかこう誰でも取れる水草を昆布だとか言いながら取って、そうですね、僕は多分そうやってままごと的なことをねするのが多分好きな子供だったんじゃないかなと今思い出して思いますね。こんな感じです。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。いやー、でも足元は水草があるんで、ちょっとすごい危ないですけど、今日は登山靴みたいなのも兼ねてるシューズを履いてきたんでいます。もうね、撮影のねスタンド持ってくればよかったんですけど、ボディバッグに入れてて、
ボディバッグをこの中にやるとちょっとあの密着度合いがね隙間が空いちゃうんで寒いんですよ。だから今日はねボディバッグを忘れたら急にここに思い立って散歩に来ちゃいましたね。いい感じですね。そうなんですよ、小学校の頃はよく山田さんとこうやって釣り来たり蜂の巣を退治したりいろんなことをしてましたけどね、おおらかな時代だったからよかったですけど、はい、今はしませんよ、今はしてないんで。なんでもしよかったらですね、これ編集の都合でどこになるかはよくわからないですけど、あの尾道に来た際はぜひ山源によろしくお願いします。以上終わります。よしバイバイ。この景色を全部映していい感じ、夕日もいい感じっす。尾道最高です。ぜひ遊びに来てください。またよし。あ、言い忘れたんですけど、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知、よろしくお願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローお願いします。それじゃあ、またね。バイバーイ。